ごご視聴ありがとうございます今日はですね、妊婦さんが、まあ、養蚕を飲む理由は何ですかという質問をもらったので、それにお答えしたいと思います。まあ、今日みたいな質問をですね、あのコメント欄や公式 LINE にいただけると、まあ、いいと思ったものはお答えしていますので、ぜひご利用ください。またですねあの、高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。よろしくお願いします。じゃ質問ですね、妊娠している人が養蚕を飲んでいるのは何ででしょうかと まあこれは妊婦さんからの質問なんですが、飲む理由を教えてくださいということだったので簡単に触れたいと思います。まずですね、赤ちゃんの選定性の危険、生まれる前の危険を、まあ、そのリスクを低減する、減らすのが目的です。まあ、危険として有名なのは、神経管閉鎖障害などがありますで。妊娠中はですね、胎児の成長に伴って養蚕が必要になってきます。 で、養酸が足りなくなると胎児のですね器官形成体を作るのに影響が出てですね奇形が生じるリスクが高まるっていうのがありますで養酸をしっかりとってるとですね、あのーまあ、海外のデータになりますが30%から70%そのリスクを減らせるというデータがあるのでもう赤ちゃんのために飲んでいることになりますじゃあ先天性の危険の例はどんなのがあるかっていうと ま,あまず先天性という言葉が難しいんですが生まれる前の段階で生じた身体的な異常なことですそれらの異常は通常生まれた時か生後1年以内に明らかになっていきますもうそもそも生まれる前にそうなってるからですね早めにわかりますじゃあ軽減できる先天性危険の例はどんなものがあるかっていうと 要産が足りなくなることで起こり得るものっていうことになりますが、神経管の閉鎖障害や、神血管系の気形、あとは口ですね、更新列とか、口外列、あとは尿道の下列とかですね、食道が閉鎖になったり、いろいろこういったものがあります。でこの中で、神経管のですね、閉鎖障害っていうのが一番有名かもしれません。こうちょっと教科書的なんですが、有名です。じゃあ、どんなものかっていうと、 胎児のです、ね、神経管閉鎖障害は、まあ、受胎後というかおよそ28日で閉鎖する神経管の形成異常のことです、まあ、状態としてはです、ねまあ、難しい言葉になりますが無脳症とか二分脊椎とかいろいろありますで脳や脊椎の融合といって,ってくっつくのが不全の状態なんですよね、まあ、くっつかなうまくくっついてない状態になりますで、まあ 4週間っていうのは下手すれば妊娠すら気づいていない期間があるので、まあ、早めに養酸を服用開始してくださいと言われるんですよただ妊娠に気づいてないことが多いので、まあ、計画的な妊活とか妊娠っていうのはこういう部分でですね大切になってきますでどれぐらい量を飲めばいいかという話をしていきたいと思います、まあ、飲む量はですね1日400マイクログラムになります 妊娠可能な女性がですね、まあこう、妊娠の前後で3ヶ月以上にわたって、まあ、ある量を飲んだ場合にですね、悪影響の報告はありません。そのため妊婦が服用するケースは多いです。ドクターとかですね、あの主,治医の主治医が勧めるケースが多いです。で、この400っていうのは先ほどのですね、神経管閉鎖障害というのを予防するのに必要な量と言われています。 まあ、厚労省はですね、これを受けて、通常の食事に加えて、養酸を400とってくださいと、まあ、サプリメントか、まあ、栄養補助食品からですね、取るように言われています。まあ、見解を示しています。じゃあ妊娠の前後に養酸を飲む目的は、赤ちゃんの 身体の成長をしっかりサポートするためというふうに覚えてください。まあ、その生まれる前のですね、栄養不足で起こってしまう、危険を防ぐために大事な栄養素なんです。栄養補給なんですよね。なので、まあ、ぜひですね、妊娠されている方とかは、まあ、しっかり飲むようにされるといいんではないかなと思います。 ま、今日はですね、以上になりますが、何か参考になったという方はですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またですね、何かこういう質問したいなという方は、あのコメント欄でもいいですし、公式 LINE でですね、お住まいの都道府県さえ教えていただければお答えしています。もう最後までご視聴ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。ぜひ、グッドボタンやコメント、チャンネル登録お願いします。田舎の薬剤師チャンネルは、 薬の説明が聞けて、質問できるチャンネルです。さらに、リクエストもできて、メンバーシップでは優先的に返信し、薬以外のことや、個人的な健康相談も可能です。とりあえず、無料のチャンネル登録はとてもおすすめです。一番、そばであなたの健康を応援したいと思っています。お大事に。